京都大学にようこそ。京都大学は千年の都京都にあり、長い伝統の中でとてもユニークなことをやってきました。私は京都大学は社会や世界に通じる窓だと思っています。その窓を開けて学生や教員が一致協力をしてユニークな面白いことをやろうというふうに心がけてきました。いろんな分野の学生や研究者が接することで様々な新しい発想が生まれ、それが未来の真のイノベーションにつながるだろうと思っています。そしてそのイノベーションがこの社会を豊かにしてくれるはずです。京都大学はそのために労を惜しまない大学であり、それを実現しようとこれからもずっと心がけてまいります。京都大学の歴史は1897年から始まります。初代総長木下博司は創立時に研究、教授、学習の自由を重んじる教育を採用しました。それが現在の自由の学風に大きな影響を与えたと言われています。創立された年の9月に理工科大学が開設され、その後文化大学や図書館などが次々に作られていきます。農場でのフィールドワークや実証研究をもとにする基礎研究が盛んに行われ、日本を代表する研究大学へと順調に成長していきますが、やがて始まった戦争は京都大学にも大きな影響を与えました。戦後の暗くて悲しい雰囲気が漂っていた日本に明るいニュースをもたらしたのが、京都大学出身の湯川秀樹が日本で初めてノーベル賞を受賞したニュースでした。京都大学関係者のノーベル賞受賞者は9名。最近では2012年山中伸弥がノーベル生理学・医学賞、2014年には赤崎勇がノーベル物理学賞を受賞しています。またノーベル賞以外にも数多くの国際賞の受賞者を輩出しています。戦後日本社会の発展とともに京都大学のキャンパスの整備が進み、多種多様な研究拠点やセンターが設置され、現代科学の礎となる研究が行われていきます。京都大学の研究と教育は現在世界中で行われ、国際化が大きく進んでいます。およそ50ある海外拠点を整備して、各地域の研究教育活動の支援と地域の特性を生かした独自性のある活動を展開しています。京都大学は今も自由の学風のもと、基礎研究を大切にし、先端の研究を発展させ、その成果を地球社会に還元しています。日本を代表する都市京都は、四季折々の美しい変化を楽しめ、世界に誇る歴史と文化のある街です。その京都の吉田、宇治、桂に
京都大学の主要な3つのキャンパスがあります。国際的な研究総合大学を目指す京都大学は10の文系理系の学部と18の大学院を持ち、自由の学風を重んじる授業が行われています。また全国にある研究所やセンターでは人文系、社会系、自然系に関する最先端の研究が行われ、世界をリードしていく人材を育成しています。時計台を中心に本部地区と言われている吉田キャンパスは1897年京都帝国大学として創立以来、学部教育及び基本的な学問分野の研究拠点となっています。京都大学そのものへの入門の授業として開催される少人数教育科目は、独創的な研究を行っている研究者から最先端の実践的な授業を受けることができます。また京都大学の国際的に著名な教員たちによる講義が受けられる授業なども開講し、早い時期から学生が興味のある分野を自由に選択できる学習環境を整えています。付属図書館にはグループワークやディスカッション、イベントなどが可能なスペース、ラーニングコモンズや24時間利用できる学習室もあり、学生たちの学習支援を行っています。全額でおよそ686万冊の蔵書を有し、付属図書館には92万冊以上の蔵書と1330席の閲覧スペースがあります。グローバルに活躍する人材教育や専門教育への土台作りを目的に英語教育の強化を図っています。京都大学では大学が主体となって次世代のグローバル人材を積極的に養成する海外留学支援プログラムがあり、次世代を担う若手人材を積極的に海外へ送り出しています。教育学部の川上さんはそのプログラムを利用してイギリスオックスフォード大学へ短期留学しました。世界の最高学府で学ぶまたとないチャンスだと思ったので迷わず応募しました。授業料や宿泊費など金銭面での京大からのサポートもあって大変参加しやすかったです。さまざまなバックグラウンドを持つ学生たちと一緒に学ぶ中で新たな価値観に触れることができましたし、で自分も負けてられないなと感じて大変いい刺激を受けたことです。吉田キャンパスは本部校内、吉田南校内、北部校内のほか、医学部、薬学部、医学部附属病院の校内もあります。医学教育研究においては医学・医療の発展を担い人類の福祉に貢献することを使命と考え、常に新しい領域の開拓と高度な研究に取り組んでいます。京都大学にはおよそ100カ国1900名の留学生が在籍し、海外から年間2800人以上の研究者が訪れています。京都大学では学生が安心して学習に励むことができるように、安全で快適なキャンパスを作ることに努力を続け、学生生活をさまざまな面からバックアップしています。大学での勉強や研究に必要な日本語教育のコースはもちろん、多様な日本文化や現在の社会に接して
日本を深く理解する講義も提供しています。スイスチューリッヒ大学からの留学生ダニエルさんは経営管理大学院で勉強しています。 In this school, many people from around the world gather together and it's nice to exchange and form new bonds. It's one of the best universities in Japan and you will also find beautiful nature around you for hours outside of classroom or the lab. I wish you can be part of this academic environment for some timeAnd get in touch with Japan. It will be good. Study is very great and nice environment. The professors are very helpful, as well as the lab members. Everyone is so polite and it's like clean and the food is good. And yeah, just feel like comfortable here. It's one of the top 10 universities in the world.So yeah, I like Japan. I like the culture. I like the people. It's a very nice place to be in for a long time. ロシア極東連邦大学講師のセルゲイさんは、京都大学では地球環境学堂外国人共同研究者として都市ランドスケープデザインを研究しています。The Kyoto University is one of the most prestigious universities in Japan. It has laboratories and scholars specialized on landscape planning and design studies. Moreover, the city of Kyoto has great traditions of garden making and is very famous for its historic gardens. It has many libraries and archives where I can get various data related to my topic.The great advantage what I can communicate with my Kyoto University's colleagues in English. Kyoto is a very comfortable place to live with family. There are many places to go out with children such as parks, playgrounds, stores, cafes and restaurants. Kyoto citizens are very polite and friendly.1950年に開設された宇治キャンパスは自然科学、防災科学、エネルギー系の研究所からなる最先端テクノロジー開発の拠点キャンパスです。自然科学系の研究を中心としてきた宇治キャンパスは21世紀に入ると各研究所の相乗効果による新しい研究分野を確立する活動が活発になっています。さまざまな学問の才能を結集して社会の持続的発展を目指した先端科学の開発と融合に取り組んでいます。2003年に開設された緑豊かな桂キャンパスは工学系研究施設を集積したキャンパスです。テクノロジーとサイエンスが融合する新しい研究教育の場テクノサイエンスヒルの形成を目指しています。将来の産業を支える革新的技術の開発と起業家マインドを持った研究者を育成し産官学連携活動を組織的に推進しています。京都大学では3つのキャンパス以外にも国内と海外に多くの研究拠点があり多種多様なフィールドワークが行われています。動物行動学や環境学などで取り入れられている京都大学のフィールドワークは独創的な成果を上げ国際的に高い評価を得ています。京都大学は対話を根幹とする自学自習によって創造の精神を寛容する世界最高水準の学びの場を提供しています。そして先端的研究プロジェクトに直接参加をする大学院教育プロジェクトや国際競争力を強化するプロジェクトなどに積極的に参加し将来世界の舞台で活躍し地球社会の平和と共存に貢献するグローバルリーダーを育成していきます。
そのため常に京都大学は多様性を保持しながらイノベーションを生み出し新しい学問を発見できる大学でありたいと思っています。世界に羽ばたき地球社会の共存に貢献しようとする高い志を持つ皆さんの入学をお待ちしています。京都大学であなたの夢の実現に向かって学んでください。